はい、こんにちは。今日はね、ギターの、ちょっとしたメンテナンスに関してね、ご紹介したいと思います。こちらね、こちらゴールドトップのレスポールなんですけど、とてもいい音するんですけど、例えばでやった時にその後チューニングが狂ったりするんですよ。よくチョーキングして弦を引っ張った時に、音として上がっちゃうんですよね。ピッチが高くなっちゃう。で、どうしたもんかなと思ってたんですが、こういった場合にですね、よくあるのがこの部分、ナットと呼ばれる部分ですね。これね、非常に重要なパーツでして、なぜ重要かと言いますと、この部分だけでね、弦を支えてるんですよ。こちらに糸巻き、ペグと呼ばれてる糸巻きで、ナットで、こちら側に、ブリッジありますね。ここを、ここからここまで、この間弦のテンションがかかってるわけです。で、ここからここまでプラス、ここの間も、ここの間も当然のことながらテンションがかかってるんです。ということはですね、この部分とこの部分をこの部分で支えてるわけですね。このナットの部分で。そうすると、常にこの部分とこの部分は弦が少しずつ動いてるわけです。で、何が起こってるかというと、スムーズに滑らないといけません、弦が。常にギターありがとうございます、ジャッと弾いた時でも弦は移動してるわけです、微妙に。で、この部分をまずお掃除しましょう。お掃除するのにまず、はい、はい、こうした方が見やすいのかな。歯ブラシ、普段ね、歯磨きに使ってる歯ブラシの古くなったもので、まずこの部分、弦をね、緩めて取り外してゴシゴシしましょう。で、その時にはもうね、普段使ってる研磨剤の入ったこういうね、普段歯磨きしてるようなものをちょっとね、小皿かなんかに取って、ゴシゴシブラッシングしちゃいます。で、それだけだとまだ間の、汚れが取りきれません。歯と同じです。そこで登場するのはこちらです。見えるかな、歯間ブラシ。歯の間なんかね、詰まったりすると歯病になったりするんで、この歯間ブラシ、これの古くなったものを用意します。で、この溝を切ってある部分を歯間ブラシでこう丁寧に掃除してあげます。これすっごく綺麗になりますから、ぜひね、試してください。そして、重要なのがね、こちら、ヤマハさんから発売されてるね、スライドグリスというものなんですが、こちらね、グリスなんですが、実のとこですね、ギターを売っているギター売り場には、ね、売ってないんですよ。じゃあどこで探すかというと、管楽器、トランペットとかね、トロンボーンとか、ああいう管楽器を扱っている楽器屋さん行ってみてください。管楽器はね、常にこうトロンボーンとかね、トランペットとか必ずスライド、金属同士がスライドする部分があるんで、グリスっていうのはね、すごく使うんです。でグリスにもね、粘度がありまして、粘度っていうのは、柔らかさね、どれぐらいネトネトしているか。で、このスライドグリスなんですが、割とサラサラしてます。すごく滑りがいいです。なのでそれを、丁寧にこの歯間ブラシにつけてあげて、もしくは用紙がいいと思います。爪楊枝、歯をシーファーするね、あれでね、このナットの部分に薄く塗ってあげます。それで、滑りを良くしてあげます。もう一度お話ししますが、まずは歯ブラシでゴシゴシします。で、その後こちらの歯間ブラシを使って丁寧にこのナットの V 字に切ってある溝の部分を掃除します。で、そうすると、結構ね、研磨剤が残るんで、
私の場合は、ウエスで拭いてしまいますが、その後きれいに拭いた後でこちらの、ヤマハさんから発売されている、スライドグリス、これ非常におすすめです。1個あるとペグなんかにも使えるんでね、ペグ糸巻きの部分、ペグなんかにも入れられるとすごくチューニングが安定します。その後ね、こちら、皆さんもお使いかと思います、オレンジオイルという、これをフレット指板のところ、この部分ですね、この部分にまんべんなく塗ってあげます。でこの時に気をつけなきゃいけないのが、ボディとかネックとかにはなるべくつけないようにしてください。指板はね、こう塗装してない木なんですが、オレンジオイルはね、塗装面をね、おかすんですよ。ほんのちょっとずつですけど溶かしちゃうわけですね。なのでついてしまったなと思ったら、必ずこういったね、市販のウエスなんかできれいに拭き取って、私はギブソンさんのものを愛用してますが、こちらの、ボディポリッシュで、油分をね拭き取って、でポリッシュでこうきれいに拭いてあげてください。そうすることでね、塗装面が長持ちするんですね。やっぱりライブとかやると結構汗とかね、いろんなもんでこうドロドロになってしまうんですが、それはそれ、普段弾くときはやはりギターはなるべくきれいなコンディションで整えてあげてないと、いざっていうときにねびっくりするようなトラブル起きたりするんで、なるべく普段家で弾くときは常にこういうね、こういうものでいいんで、常にこう手についた油分なんかを拭いてあげて、こういう風にピカピカにねしてあげましょう。ライブの時は当然、汚れるんですが、だからといって普段汚くていいっていうことはないじゃないですか。なるべく綺麗にしてあげた方がギターさんも喜ぶんで、私のギターもピカピカです。ヘッドも綺麗でしょ。こういう部分なんかも、意外と塗装はそんなに強くないですから、そんなに、ね、塗装厚くしてしまうとやっぱり音に影響しますから、そんなに厚い塗装はしてないんです。ですからなるべく丁寧に綺麗に、拭いてあげて、常にギターのね状態がどういう状態なのか、確認しましょう。そうするとね、ちょっとしたあれ、フレットがちょっとそろそろ面倒見てもらった方がいいかなとかしたら、まあ自分でできることはやった方がいいですけど、あまり手を出さない方がいいです。楽器屋さんに持って行って、信用できるねリペアマンの方、必ず楽器屋さんにいらっしゃいますから、に相談すれば必ず間違いのない方法で、いい状態にしてくれますから。そうするとびっくりぐるするぐらいね、ギターっていうの弾きやすくなります。常にね、まずは弾くことも大事ですけど、メンテナンスすること、拭いてあげること、拭くだけで、あれ、こんなところに傷がついてるなとか、と自分のね、取り扱いの粗さとか、あとはライブの時ね、気づかないでぶつけちゃったりしてるんですけど、そういう時に、あれ、こんなとこぶつけちゃってるんだっていうのがね、分かったりするんで、ぜひ常にね、ボディは当たり前ですけど、特に私がおすすめするのはネック、あとヘッドですね、ヘッド。ヘッド部分っていうのはね、糸巻きとか精密なパーツが詰まってるんで、拭いてる最中にね、あれちょっと油分が足りないかなとかね、ちょっとサビが出てるなとか、いろいろ分かることがあるんで、そういうことを知るためにもね、ぜひ常にギターを触って拭いてあげてください。そうするとこういったね、チョーキングなんか、フレットの方とかね、こういうとかいうのはなかなかね、きちっとオクターブチューニングが合ってたりとか、フレットがちゃんと綺麗にしてないとね、こういう音出ないですから、出ないなと思ったら自分の技量を疑う前に、ギターさんの調子が悪いんじゃないかなと思ってあげてください。ギターさんはなりたいのになれないような、そういう状態になることが多いです。
だからあまり自分が下手だとかね、あのなんでこう弾けないんだろうっていうのは実は誰でも弾けるんですよ。ただそういう状態にギターがあるかどうかっていうことが重要なんで、こういうふうに綺麗にねってフレットがきちっとしてれば必ずこういうふうに音が出ますから、指を動かせば、フレットの状態が悪いとね音が詰まったり、次の指に聞きにくい、指の次の運指がね、運指っていうのは指の動き、指の運びができなくなりますから、そこにはサビだったり汚れだったり必ず何か原因があります。だからね、自分を疑う前にギターさんの調子が悪いのかなと思ってスムーズにいけばいいですけど、どっかで詰まったらあれ自分が下手のかなと思う前に、ここのフレットに何か問題があるのかなってよく見てあげてください。するとフレットがにくぼみがあったりね、こういうくぼみがあったり何か問題があるはずです。だからこういう単純なフレーズですけど、常に自分の様子を見る、楽器の様子を見るフレーズみたいなのがあると、それができない時は必ずギターさんに何か調子の悪いところがあるんだなと思ってあげてください。今日はね、ギターのちょっとしたメンテナンスに関してご紹介しました。参考になれば幸いです。それでは、失礼いたします。